はい、こんにちは、深夜です。山手線歩いて一周回る企画の本日は新橋からお送りしてます。はい、じゃあ、浜松町に向かって歩きます。はい、はい、行きましょう。あ、新幹線、新幹線、すごっ。本当だ、止まるんだ、新橋新幹線。止まってないじゃないですか、全然。余裕で止まって、てか、新幹線乗ってますよ。東京と品川の間なんで。すごっ。あー、でも、うわ、道なさそう。なんだこれ。うわ、めっちゃやばそうなところに来た。やばそうってなんですか。これちょっと道そこないっすわ。何これ、一軒目酒場。でかっ。1軒目ここに行くんだみんな。決まってるわけじゃないですけど、まあ、1軒目にいいですよみたいなノリっす。親父が喜ぶ酒と魚だけの店。いいっすね。すごい。誰もおらんけど。しかもでも今やってるのすごくないですか。まあ、昼っすよ。1軒目だから早めに。ああ、そうっすね。なんか新橋話しましたっけ前。したじゃん。何の話しましたっけ。新橋。あの、めっちゃ有名な。めっちゃ有名な。全然わかんない。僕、未だにわかんない。え新橋。もうみんな知ってます。みんな知ってる。コメント欄も。僕もなんかコメント欄見たら、なんか結構知ってる。なんで藤枝知らないんだろう。なんで知らないのってなってたり。感じでしたけど。全然わかんないです、未だに。うわ。パラリス。パラリス。ちょっとパラリスっぽいですね、確かに。何もないぞ。何もないっす。何もないっす。新橋のエピソードもなんかないですか、他に。新橋以外。新橋以外は。いや、何もないな。何もないっすよね。別に。有名なものある新橋で。いや、ちょっとわかんないっすね。何もない気しますけどね。まあ、オフィス街ですよね。多分。行き止まりだ。行き止まりじゃないです。とりあえずこれこっちで。ああ、こう行くか。そうっす。こっち行くと多分虎ノ門とか六本木とかで。あ、サンドウィッチマンや。なんかウィっていう人なかなかいないですよ。何あれ。あれですか。うん、あれ鳥居ですね。鳥居ちゃん。鳥居ちゃん。鳥居ちゃんです。あ、で、その辺はなんか汐留とかですね。ああ、汐留はなんかテレビ局ある、はい。テレビはありますね。日テレが。なんか行ったわ。行きました。いや、何回か行ったことあるよ。本当ですか。エスタの神様見に行ったりもします。もうそれ完全プライベートですか。プライベート。知り合いがそこのテレビ局いた。入れてもらって。え、スタッフ的な人。そうそう。神様流行ってましたか。めっちゃ流行ってたよ、はい。誰が好きだったんですか。あれ、陣内。ああ、陣内さんとかもうもろっすよね。陣内めっちゃ面白い。あれで有名な、僕もたまに YouTube 見ますもんね。ああ、めっちゃおもろいっす。で、この大通りこっち行くと大門とかについて、まあ、大門ほぼ浜松町なんで。ああ、はい。ホリデー大門も行ったんですか。ホリデー大門も行きましたね。その話なんかしましたね。あの、レアチケットの。レアチケットの。あの、ファンクラブ会員一人しか行けない、完全限定で行きましたよ。あの最後停電になって、あ、そうだ、はい、停電になって最後多分アンブレラっすよ。そう、アンブレラで、はい、もう僕のドラムだけ最後残ってもう無理やり終わらした。そうです、そうです。いや、あれローディーのバンドとか出てた。ローディーのバンド見ましたよ。高林くん出てました。はい、あれ結構伝説の日っすよ。あれ一応行けそうっすよ、線路沿い永遠に。やべえっす。なんもないっす。やば。これ普通に車通ってもいい道？車通っても良さげですね。車止まってるんで。でも一応このありますよ、この恒例の。え、あ、ついに。ついにこっから現れた。ついに。ついにじゃん。本当だ。もうずっともうなかった。なかったっすね、うん。上はついてないですね、逆に。こっからだ。ちょうどこれが始まり。はい、これが多分、まあ、ありましたよ。あれで、あっち撮ってみてありましたけど、はい、これなんですか。始まり。こっからずっとどっかまで続いて。どっかまで。あ、ここのマンション。はい。20年ぐらい前内見行ったことあるかも。これはどの辺になるんですか。これ
浜松町で確か見たけど。そうですよね。浜松町と、まあ、新橋の間か。このツインで立ってるやつ。住みはしなかったんですか。住みはしなかったけど。何がダメだったんですか。もっといいのがあったら。20年ぐらい前。20年前からあるんですね、これ。まだタワマンがそこまで主流じゃなかった時。これじゃあ今値段やばいんじゃないですか、その当時と比べると。え、安いっしょ。そうなんですか、ね。まあでも築年数はあるから。え、というか JRA めっちゃおしゃれ。え、何この建築物。いや、建築物って何ですか。え、すごくなこれ。ちょっとゴシックっぽいっす。え、めっちゃすごいやん。JRA ですよ、でも。欲しい。いやいや、なんでも欲しいって何なんですか。しかもちょっと上になってるんですよ、なんか知んないけど。やっぱ何気づいたら。え、何このおしゃれな場所。え、何これ。あ、でもなんか、汐留周辺ってこういうイメージですね。はあ、この建物どうですか ?JRA の。いや、すごい。欲しいですか。欲しい。なんで欲しいですか。え、昔の建築物なんかな、それとも現代に昔風をイメージして作ったんかな。昔風をイメージしたんじゃないですか、多分。なんかそんなにこう年数経ってる感じには見えないですけどね。お、あれなんだ。あれあれじゃん、ゆりかもめ。ゆりかもめだ。モノレール、モノレールでしょ。モノレールとゆりかもめ違いますけど。あ、違うの。違います。え、何かもめ。はい、何かもめ。いや、かもめつながりじゃないですよ。あれは新橋も通ってるゆりかもめ。え、多分。で、あの羽田空港とか行くモノレールは浜松町発なんで。え、わ、一緒と思ってた、ずっと。違うんですよ。え、じゃあこれ日曜とかなったらもうすごい耳に赤鉛筆かけたおじさんがブワーっていっぱいいるの。いや、競馬新聞持って。ここでやってんのか分かんないですけど、なんか雰囲気あんま分かんないですよね。まあでもいてもおかしくないですね。これも何、めっちゃおしゃれ。おしゃれ。やっぱ汐留の一帯がこの辺でおしゃれですね。もうなんか公園、なんか海外みたい。そうかな。めっちゃ海外っぽいじゃない。すげえな。海外みたい。そうかな。それは絶対あの同調してくんない。え、見て12時。本当だ。12時じゃないですけど。こういうのとかもめっちゃ海外っぽくないですか、なんか。あ、ここなんか海外っぽい。海外っぽいですよね。うん、じゃあこっちですね。もう多分着きますよ、しなさん。え、間もなく。もう泊まれもおしゃれだ。何ですか、泊まれですか。うん、いや別になんか無理やりはめ込んでる感ありますけど。これじゃあ左です、ね。え、ここマーベルなんや。こんなとこあるんや、マーベル。いや、結構こじんまりしてますね。多分マーベル違いですね、多分。え、何これ、ま、なんかまたすごいの現れた。これもビッグタワーマンじゃないですか、これ。タワーマンの下にスーパー。最高のやつです。新しいタワーマンかな。まあ、なんかパッと見は綺麗そうですけど、新しそうですけど、ね。これは知らないな、僕がタワーマンを調べてた時期にはなかった。なかったっす。あっちっすよね、シアさんは内勤。そうっすね。はい、ついに。タワーマンは20代までだから。30代になったらなるんですか。いや、もっと低層階。なんかそれ決まりある。ある。20代だと元気だから上でも大丈夫と。いや、そういうことじゃない。そういうことじゃないです、うん。これなんか確かレフトウィング、ライトウィングっていうそれぞれ名前ついてた。あ、でレフトウィングってカラーの曲なの。なるほど。そればっかり頭にあった、内見してる時。流れてた、ずっとレフトウィング。あ、もうつきそうだな、これ。つきそう、つきそう言うてつかへん。あんまつかないですね、思ったより。なんでそんなビビらすの、いつも。取れ高がないとやばいことになるんで。シアさん、もうつくっす。いやいやいや。こっからが本番だから。何の本番ですか。駅前が一番。あ、そうです、ね、その取れ高が。確かに確かに、それは確かにあります。あ、もう完全あそこだ。めっちゃ出てきてる、山手線が。京浜東北で。あ、すごい、競争してる。競争してます。え、山手ってあんな面構えなの。山手って多分あれ新しいですね。
さっきの面構えの。お、え、なんか東京タワーだ。あ、本当だ。でか。田舎者の感想じゃないですか。モノレールの駅はあっちなん で、 え、で今そのモノレールらへんすげえ工事してるんですよ。え、なんでそんな詳しいの浜松町。いや、モノレール僕結構詳しいんで。え、はい、でなんか数年後にすごい綺麗になって、はい、生きてるかなまだ。いや、多分そんなに先じゃないんで。あ、もう東京モノレール書いてあります。あ、本当だ、はい、本当だ。だ、最近ゼップ羽田やるじゃないですか。あ、もうそれはこのこれ多分皆さん乗ってきてると思う。あ、そうなんです、はい。あれ、これ山手線？これ山手線です。もう着きました。やば、もう着きました。なんでこんな駅前なんもないの。え、やばいやばいやばい。え、でもこれメインじゃないでしょ。いや、メインってどこなんだろうな。一回渡る、渡りましょうか。え、なんか古くないこの浜松駅。なんか緑の文字のドーンが欲しいですよ。え、これ山手じゃなくない？山手です。ちょっとメインっぽいとこ探しますか。南口行こう。南口行きましょうか。あれ、モノレールになっちゃった。そうなんですよ。あれ、あ、行き止まりだ。なんだこれ、ここ行ける。いや、行けないです。え、これ何、地下、何があったの、もともと。これ分かんないです。え、モノレールはこの上行くとあるんですよ。え、何があったの、地下。分かんないです。南口でもあるんですよね、きっと。あれ、これ行ったらモノレールじゃん。モノレール行きますけど、強制的モノレールになるじゃん。そうなんですよ。え、南口行きたいですか。あ、これかな。こっちっすね。これだ。こっちっすか。南口。本当だ。ということは、これの外側もバーンってあるんだ。え、これどこに繋がるんだろう。全然わかんないです。栄えてきた、めっちゃ栄えてきた感じしますね、確かに。すごい、マグロ1台、マグロ1台だ。あ、ニューデイズ。あ、ここのニューデイズで謎解きやった。そうなんですね。何の謎解きですか。いや、松丸くんの。あの、JR 系じゃなくてですか。あの、ニューデイズのやつがある。うん、いちご美味しそう。また画面で時間潰そうとしますね。お、あ、誰、栃木。ちなみに、美味しそう、確かに。あ、高崎っすね。ああ、はいはいはい、展開が早い。じゃ早いわこれ。めっちゃ早い、全然読めないわ。あ、誰、このどこ見たらいいんだこれ。あ、埼玉、すごい、なんか関東近郊の宣伝ばっかりしてる。宣伝多いですね。おー、今度は何。あ、茨城、茨城ですね。ゴルフ場に電車で行く人いる。わかんないです。え、自転車乗れんの。いいのこれ。自転車乗れるんですね。え、嘘、ダメでしょ。え、すご、え、あ、そういう、そういうのがあんのか。お、すげえ。え、すごっ。じゃあさ、行きますか。これ行こう。行くんですね。出口2個ある。ちょっと。あの、いつもの感じの場所で撮らないと、そうっすね。終われないっす。もうこっちに行くか。こっち行きましょうか。賭けで。いや、こっちあるかな。なんかないイメージですけどね。もうで、だってビルになっちゃいますもんね。え、ってことはないですよ。あの緑のやつは。え、じゃあ反対側。反対側行ってみます。お、謎解きっぽい。お、本当に行くぞ。やっぱこういうフォント謎解きなんだよな。どういうことですか。いや、なんか。いや、謎解きと分からず、このフォントだけ見て、あ、謎解きっぽいと思ったら謎解きだった。じゃあ、タカラッシュだ、これ。雰囲気で、タカラッシュっていう会社さん、うん、いや、何回も説明してるじゃん、この企画で。いや、覚えてる。スクラップぐらいしか分かんないです。あと、夜中。すごい押してるじゃないですか。めっちゃ押してる。え、このタカラッシュはこれですか？リアル宝探しっていう商標ですか？
商標。あ、すごい、全部じゃないですか。全部よ、すご、すごすぎだ、たまらっしょ。まあこういうところに貼るのもお金かかりますからね、うん、多分。ああ、これ知ってるわ、なんか地図でよく見るわ。地図見ます。うん、旧芝利旧恩師庭園、今に残る最も古い庭園の一つ。綺麗。最も古い庭園の一つってなんか日本語がちょっと気になる。最も古いのに。最もだったらもう一番なんですよね。うん、の一つです。だから一番じゃないかもしれないです。うん、ちょっと降りてみます。締め取らないといけないんで。めっちゃ通路長いんですけど。どこまで続いてるんですか。一駅分あるんじゃない。いや、田町まで行きそう。本当にありそうです、これ。こうなってんだ。ここも出れるけど。これ中途半端だな。そうっすよね。でも絶対これもうないっすよね、浜松町駅って。これを行ったところで、え、これどこまで続くんだマジで。めっちゃ長い。え、これ絶対田町行っちゃうって。ちょっともう田町行きかけてますよ、これ多分。ついに出口だこれ。でも絶対ないっすよ、浜松町って。え、何もない。何もないっす。あれ、何もないっす。何もないよ。ええっていうか、もう本当にちょっと行ったら田町着きますよね、本当に。何もない。何もないっす。はい、というわけでメイン口は見つかりませんでしたが。そうですね、無事着きました。着きました。はい、どうでしたか。何もなかった。何もないっすね。まあ、汐留ら辺はちょっと綺麗でしたけど。そうです、ね、海外風の。海外風でした、ね、はい、あのレンガっぽい感じで、はい、ただメイン口がなかったのが残念ですが。だからもう最初に着いたところら辺がメインだったんですかね、多分。やっぱ藤枝君はこの通路行こうって言うから。僕のせい。おかしくなったね。もう田町ちょっとかかってますからね、これ多分、うん、まあ、じゃあまた次は、じゃあまた浜松町から、はい、次回は歩いていこうと思います。ちょっとできたらメイン口から始めたいですね。メイン口から始めます。ちょっと探して、そこからスタートしましょうか。はい。さよなら。